HP スマートアプリを使って Mac から写真を印刷する手順 HP スマートアプリを使って Mac から HP プリンターで高品質の写真を印刷することができますフォトトレイを備えたプリンターの場合互換性のあるフォト用紙をフォトトレイにセットします休止トレイから用紙を取り除きますフォト用紙の印刷面を下にして短編からフォトトレイに差し込んでセットします用紙ガイドを調整し フォト用紙の端にぴったり揃えます。フォトトレイがないプリンターの場合は、メインの休止トレイにフォト用紙をセットします。メインの休止トレイから普通紙を取り除きます。フォト用紙の短辺からトレイに差し込んでセットします。用紙にミシン目がついている場合は、ミシン目が上または手前に来るようにセットして印刷されないようにします。背面に休止トレイがあるインクジェットプリンターの場合は、 インクジェット用フォト用紙の光沢面または印刷面を上にしてセットします。正面に給紙トレイがあるインクジェットプリンターの場合は、光沢面または印刷面を下にしてセットします。正面に給紙トレイがあるレーザージェットプリンターの場合は、レーザー用フォト用紙の光沢面または印刷面を上にしてセットします。用紙幅ガイドが用紙の端に当たって止まるように調整します。 Mac で HP スマートアプリを開きます。HP スマートアプリがインストールされていない場合は、App Store からダウンロードしてください。HP スマートに複数のプリンターが追加されている場合は、左右の矢印をクリックして、使用するプリンターを見つけます。写真の印刷タイルをクリックします。参照をクリックして、印刷する写真をコンピューター上で選択します。写真を印刷ウィンドウが開きます。休止方法、用紙サイズ。 メディアの種類、品質、部数、カラー印刷、向き、用紙サイズに合わせて拡大、縮小、縁の設定を変更できます。完了したら、プリントをクリックして写真を印刷します。他の言語の HP 動画を見るには、YouTube の再生リストタブをクリックしてください。HP サポートのチャンネルを検索して、公式の動画をご覧ください。